白学は、朝鮮の白木から日本に伝わった雅楽の一種である。白木学という言葉自体が登場するのは、日本初期の天武天皇12年1月の税の日に、昇魂伝舞及び高来くだら、白木、三国の楽を庭の中にソウルであるが、初期の陰陽天皇42年1月、天皇の法行の際に、白木の王が知らせを聞いて驚き憂れて、 蝶の船多数と、様々な学人を蜜ぎのぼした、何和ずに到着した際には、祖福を着て、蜜ぎを捧げて、主事の楽器を備えて、南波から京に至るまでに同国し、待って、歌ったりした、とあるのが書出である。焦燥陰魚物の中に、白木ごととそのこと字が保存されている。学士の数は、職員令17では4人、礼衆下に引用されている。 科学大族終わり清谷説では、毎市、今年、各一名ずつ、霊州下書集の職員令17の公認10年12月21日の大乗官府によると、各一名ずつに減らされたという。類13大各書集の最高2年12月21日の大乗官府では、毎市を停止し、代わりに五節毎市が設置されている。俗に本記によると、天平三年六月に、 画学量の脱落性の因を定むとあり、これにより、落性の数が決められている。それによると、白木学は4人であるが、養老令では20人となっている。その内訳は、仮称元年9月の核では、古都生、舞生、核10人。同年のうちに、これを、学2人ずつとしている。天平12年12月には、聖武天皇は、 ミノ国府和軍のふわとみぐに行行しており、帰りにミノ国府に立ち寄っているが、そこで夕方に、ひだ学と白木学を演奏させた、とある。初期には、霊気元年7月に、白木人74、家をミノ国に移籍し、むしろ田軍を建てたともあり、ミノ国には、白木人が多く居住していたからである。白木学は、平安時代には、高麗学、下だら学と共に、 左右両部制の右方向来学に吸収されている。ありがとうございます。